人生100年時代、アクティブ世代の自分らしい生き方を応援する文化祭、朝日新聞リライフフェスティバル2019が3月1日東京日本橋で開催されました。今年で5回目となるリライフフェスティバル、14もの多彩なプログラムが開かれ、多くの読者の方々が会場を訪れました。親子で活躍される関根勤さん、関根麻里さんのトークショーをはじめ、また妻ができた人で、五街道雲助師匠による寄席、近藤里さんによるスペシャルトークショー、自分らしく生きる、世界最高齢アプリ開発者若宮雅子さんによる講演、喜劇俳優大村崑さんと学ぶ腸の健康を保つコツ、歴史学者磯田道史さんによる歴史に学ぶ生き方、荒川和久さん、中澤真由美さんと共に行われたリアル読者会議、80歳にしてエベレストを登頂した三浦雄一郎さんによるトークショー、幅広い世代から支持される歌手の加藤登紀子さんによるトーク&ライブ、レディースアートネイチャーと大人のおしゃれ手帳編集長の西山さんによる大人のためのウィッグ&ファッションショー、俳優関口智弘さんが語る列車と出会いの旅、アナウンサー岡添真紀さん司会の60歳から使える住宅ローンセミナー、唐橋由美さんと学ぶ充実した人生を送るための個人向け国際セミナー、聞こえと脳の深い関係、井上純さん、小川香織さんによる講演など、コミュニケーションができるっていうね、先生、こういう場が、ね、失われちゃうんですよね。多彩なゲストを迎えてイベントが行われました。協賛者ブースではアクティブ世代の生活をより豊かにするための情報や商品を多岐にわたりご紹介、試供品の配布、商品の展示など五感を通して感じてもらうことで、役立つ情報をより詳細に実践に近い形で学べるイベントとなりました。また同時にスタンプラリーなども行われ、多くの人で会場は賑わいを見せました。リライフっていうことなので、晩年のなんか生き方とかそういういろんなものを含めて考えさせられたり、次の時間をどういうふうに使おうかっていうのにはとてもいい企画だと思いました。ぜひこれからもやってほしいし、人生80年100年と言われてますので、長く続けばいいなと思って、目頭が熱くなるぐらい貴重なお話をされていてすごく良かったと思います。年齢のステージに合わせた考え方の違いとか、そういうお話だったので、すごく生きる力をいただけたと思っています。平成最後となった第5回リライフフェスティバル2019も大盛況のうちに幕を閉じました。朝日新聞リライフフェスティバル